こんにちは荒木和弘です。令和4年9月10日土曜日、ショートメッセージをお送りします。一昨日9月8日、英国のエリザベス女王陛下が亡くなられました。えー、んで哀悼の意をを捧げたいいと思います、えー、言葉を、あのー イギリスの女王陛下の場合、崩御という言葉が適当なのか、あの皇居かとか、ちょっといろいろ調べたんですけど、よく分かりません、崩、まあ、御というのは基本的には天皇陛下、皇后陛下等に使われる言葉なので、えーまあ、あのお亡くなりになられたということで、まあ、いずれにしても、世界中の今生きている人のほとんどの人はですね、えー、もちろん私も含めて、生まれたときからあの、イギリスの女王陛下というと、エリザベス女王。 ですよね、あのまあそういう意味では、えー、ある意味20世紀がが終わったったたていいうなんかそんな感じがいたします日本の皇室との関係で言っても昭和天皇の時代、えー、からですからねこれ考えてみればすごいことですよね。で、えー、まあその世界中で残っている、まあ、王室皇室の中でも、まあ、あのイギリスと日本というのはやはりそういう意味で言うと かなり重要な意味を持つ王室皇室ですよね、えー、まああのいろいろイギリスの王室もあるみたいですけどもまあでも本当にですね <laughs> さらにあの末永く王室が繁栄してくださることを望んでおりますあのまあ日本の皇室天皇陛下についても特に戦後ですね えー、開かれた皇室というようなことをよく言われるようになりました、まあ、それはある意味でいうと、イギリスを手本にしたということがあるんですけども、まあ、しかし、えー、開かれたあの王室、皇室になると、まあ、当然ですね、そこでいろんなあのスキャンダルだとか、そんなことをですね、えー、が報じられるようになります。今、なんか宮内庁でも SNS での発信とか、まあ、やろうとしてるっていうんですけども、私はですね、 まあもうその皇室というのは別にそんなあの前に出てきていただく必要はないとも言っていただければいいんで,でいていただいて何かの時のやっぱりまあこれはもう今の憲法で書かれている国民の統合の象徴ですよねその国民というのは今生きている国民だけではなくて縦軸歴史も含めてですねあのつながっているものという意味です <laughs> そういうものをですね、えー、続けてみ 行くための象徴ということですから、えー、あまり別にそんなこう世間受けするようなことをしていただく必要は別にないと思います。我々もだから、そんな細かいことをですね、えー、報道したりするということの必要はあんまりないんじゃないかなと思います。でまあそんなこと言うとですね。税金使ってどうこうというようなことはあるんですけども、そういう問題とこの象徴統合の象あの象徴と。 いう意味での皇室の意味ってのは全く違います。で別にそれでですね、あの日本の財政が破綻するわけでもありませんから、えー、これはもう本当に私たちとしてしっかり守っていくべきものだろうというふうに思います。まあ、本当にあのまあ今こういう時代ですからね、いろんなところでいろんなこと言われますけども、まあ私 は、本当に遠くでこう仰ぎ見ているということで、いいんではないかなっていうのが正直なところでございます。で、あの拉致問題に関しては、えー、まあ、5人が帰国した後でですね現在の上、皇后陛下が。 あのお誕生日の時にですね、まあ、残っている方々のことを思うとというお言葉は、まあ、これ有名なお言葉です、まあ、そうやってこの拉致問題に心を寄せていただいているということだけでも本当はですねあのとっても重要なことだろうと思いますでえー これはもうあ,のある意味で言うとその天皇の存在というのは憲法にも規定はされているわけですけども存在自体は憲法とかそういうものを超越した部分があるわけで、えー、それはですねあの、まあ、例えばあの前の、まあ、現在の上皇陛下が、えー、あ自分は退位されると退位、まあ、か上位されるというようなことでですね あのご自分でお話になったとき、あれちょうど私の誕生日だったんですけどね、えー、おっしゃったこと、これ、面白いもので、えー、上皇陛下が祝れたんだから、まあ、あの上皇陛下って、まあ、当時、天皇陛下ですけども,もうやるわけな、やるわけにいかないねということで、事態がまあ動いていった、これはあの当時、衆議院の副議長であった川端達夫元衆議院議員。 えー、でもうともかくですねあのまあ蒲田さんはあの時、えー、その野党の、まあ、特例法のですねあを作んなきゃいけないということで野党の取りまとめをやっておられたんですけどもまあ結局 まあ天皇陛下がおっしゃるんだから仕方ないよねということでまとまってしまったということなんですね、あの東日本大震災の時のお葉もそうですけれども、やはりあのそれは政治利用するべきものではありませんが、やはりそういう節目節目では極めて重要なあの意味を持っているということなんですね、これは本当にあの法律とかそういうものはある意味で言うと、超えた。 部分が私たちは持っているということでこれ本当にある意味幸せなことですから大事にしていかなければいけないんじゃないだろうかなというふうに思いますイギリスの国民の皆さんももちろん様々な考え方の方はおられると思うんですけどもやはりですね本当にあの英国の一つの時代がま終わったということでまた新たな 王室の下で、えー、国を発展させていただきたいというふうに考える次第です、えー、今日もありがとうございました